小島春奈は、日本のタレント、ファッションモデル、女優、YouTuber。ファッションブランド、ハーリップ2のプロデューサー。マキアの、専属モデル、スイートの、レギュラーモデルである。女性アイドルグループ、AKB48 の元メンバーであり、同グループの派生ユニットのースリーブスのメンバーである。本名同じ。愛称は、小島春、にゃんにゃん。 埼玉県埼玉市出身。ママ &3 所属。2000年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年,2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2016年の AKB4845 スシングル選抜総選挙において にゃんにゃん仮面と称する2222 22年2月22日生まれ、ネオ、秋葉原出身という謎のお人物が立候補受付が開始された3月23日に立候補用紙を提出したが立候補受理については現在審議中とアナウンスされた4月6日にゃんにゃん仮面には立候補資格があるとして正式に立候補が受理された5月18日に にゃんにゃん仮面名義のツイッターアカウントからツイートが開始された。にゃんにゃんというのは小島の愛称であることからネット上では小島が正体ではないかとの予想が大半を占めたが本人は私はちょっと関係ないというかわからないとしていた。総選挙期間中2話にわたるアニメドラマも制作され YouTube の AKB48 の公式チャンネルに公開された。 それらのストーリーに続く形となる寸劇が6月18日のハード・オフ・エコ・スタジアム・新潟での総選挙開票イベントでランクインした16位の発表の後に実演された6月18日の開票イベント当日スポーツ新聞市場にて小島が AKB48 の卒業を表明すると報道されランクインのコメント時に仮面を外して 小島本人であったことを公表し、その場で卒業を発表した。その後発売された45スシングル、ラブトリップ、幸せを分けなさいでは、ニャンニャン仮面名義ではなく、小島春奈名義で参加している。ストーリー出演者、AKB48AKB48 AK チームサプライズ重力シンパシー公演バラの儀式、公演。 新曲たちに収録、セットリスト、グレーテストソングス完全版に収録、ここにいたことに、収録、1830メートルに、収録、次の足跡に収録、ここが、ロドスだ、ここで飛べ。2、収録、0と1の間に収録、サムネイルに、 収録勝利の女神公演ボコリの、丘公演チーム A ファーストステージ、パーティーが始まるよチーム A セカンドステージ、会いたかったチーム A。サードステージ、誰かのために、チーム A フォースステージ、ただいま恋愛中ひまわり組ファーストステージ、僕の太陽、ひまわり組セカンドステージ、夢を死なせるわけにいかないチーム A フィフスステージ、恋愛禁止条例、シアター G、ロッソ。 夢を死なせるわけにいかない公演チーム A6 ス,ステージ目撃者梅田チーム B ウェイティング公演チーム A 恋愛禁止条例公演チーム A7 ステージ MT に捧ぐドラマありがとうございます